紅葉する黒文字黒文字は、クスノキ科の落葉低木。枝を高級幼児の材料とし、幼児自体もクロ文字と呼ばれる。香料のクロ文字油が取れる。和名である、クロ文字の名は、若枝の表面に黒い藻類が付着し、黄緑色の地色に黒いまだら模様の反紋が入る。ため、これを文字に見立てたものと言われる。中国植物名は、オーバヒトシクスノキ。 日本の本州の関東遺聖、四国、九州北部や中国に分布し、低山やソリンの斜面に自生する。早春の花が少ない時期に花が咲くので、遮沿や公園の植栽として植えられることがある。落葉の低木で私有異種。樹高は高さ2から6メートル程度まで成長する。葉、樹皮、木部とも強い揮発性の方向を持つ。 若枝は初め毛があるが次第になくなり、緑色のすべすべした肌に次第に黒い斑紋が出ることが多い。古くなると次第にザラついた灰色の樹皮に覆われる。長牙の長さは10から15ミリメートルが輪はやや養生で細長い。葉は枝先にまとまってつき、養子質の卵状長楕円型で、長さ3から10センチメートル幅は1から3センチメートルほどあり。 木部はくさび型、新緑で、艶はない。表面は無毛、葉裏ははじめ木投毛に覆われているが、西洋になると無毛になり、やや白っぽい。傭兵の長さは10から15ミリメートルあって、やや長い。果女は、低面の木部のガリンの脇に単独で生え、双方辺に包まれた開花前の果女は、休憩で、柄があり、秋のうちに出現する。開花期は、 早春の3から4月、葉の展開と同時に、小枝の節に淡い黄緑色の花を咲かせる。花は、葉液から出た、三型花状をつけ、小さな六弁花を多数開く。お株の尾花には9個のおしべ、芽株の芽花には9個の仮おしべと、めしべ1個がある。果実は、液化で光沢がある休憩をしており、直径5から6ミリメートル、2センチメートルほどの花幣がつき、 9から10月頃に黒を熟する。果実の中に種子が1個入る。種子は変球形から球形で、長さは5ミリメートル前後、肺褐色で、光沢はない。特に小薬名はないが、枝と葉は薬用になり、材から爪楊枝を作る。枝葉を刻んで薬用アルコールにつけ、時々振って1週間ほどしてからろ過した、浸出液が黒文字ローションである。果実にも油分があり、 早やから油分を採取するのは、伊豆半島で多く行われていた。現在はあまり使われないが、上流油は、香料として、かつては化粧品、石鹸などに盛んに使われ、輸出もされた。開花機の枝は、池花の花材に利用される。黒文字の爪楊枝爪楊枝の代表格としてよく知られ、黒文字の名は、爪楊枝の代名詞にもなっている。爪楊枝として黒文字が使われるのは、 日本での風習だと考えられている。黒文字から作られる爪楊枝は高級品で根本に黒い皮を少し削ぎ残してある。特に菓子楊枝に添えられていることが多く、和菓子など特に選ばれたところでは黒文字の楊枝が使われる。千葉県のくるり地域では黒文字の楊枝作りが明治期から副業として行われており、かずさ楊枝として特産品化されている。 薬効は、保温、方向性検に頭髪の脱毛と吹け防止に役立つと考えられている。コンピや枝葉を薬用にする。枝葉は固定に入れ、肩こりや腰痛、関節痛の入浴剤になる。薬種として、ホワイトリカーに漬け込み、ついた治療で、杯月1から2杯が毛にと食欲増進に役立てられる。頭髪脱毛と吹毛防止には、 クロモジローションをお頭皮によくすり込む用法が知られている。芳香精油を含むため随時採取されるが、乾燥貯蔵中に揮発し、芳香がなくなる。8から10月に枝葉を採取し、水蒸気蒸留することで取れるクロモジーは、テルピネオールやリモネン、シネオール、リナロールなどを含有する。1970年代の時点で、ほとんど採油されることはなくなったが、 かつては日本特産の香料として欧州に輸出されていた。東北や北越では鳥木と呼ばれ、狩りの獲物を黒文字の木の枝に刺し、神への供物とする風習がある。高狩りで取った獲物を送る際に黒文字の枝で結ぶことが多く、鳥芝とも呼ばれる。黒文字族は東南アジアなどの旧世界熱帯から温帯にかけて100種ほど、北、アメリカに数種がある。 日本にも団子うばい、油ちゃん、山香ばし、白文字などが自生する。天台薬は漢方薬にされ、他にも香料、薬用や食用に用いられたものがある。黒文字には類似種や変種が多い。北海道と本州の日本海側には変種の大葉黒文字が自生する。種内の変種としてはよく似た別種としては、ありがとうございます。